おはようございます。ということで今日は姉と一緒に江ノ島鎌倉ぶらり旅をしていきたいと思います。今ねちょうど江ノ島に着いたんですけど、今日は暑すぎず寒すぎずいい感じの天気です。ということでじゃあまず最初は今からね江ノ島の神社にお礼参りをしに行きたいと思います。行ってきます。スマイル。姉がすごい遠いところまで行ってる。普通にです。モアナごっこできるよ。ピカリーピカリアーとかしてみよう。何してんの？口落としてる。間違えておしゃれサンダルできちゃったからね。斬新すぎる。土落とす。吉？うん。かわいい豚の蚊取り線香がありました。欲しい。なんと。姉がくれました。ありがとう。で芸能の神様だって日本最大天才って本当か言えなかった今。頑張ります。暑いです。汗がすごい。ちょっとお腹が空いたのでこれからご飯を食べたいと思います。買いました。美味しいです。塩分補給？塩分補給です。今日も元気にキュウリの一日を。
かった報告時にやってきました。竹がすごい、そしてどこを見ても緑です。癒しだね。うん、これからお抹茶体験をしに行きたいと思います。お抹茶がやってきました。すごい、おいしそう。香りは甘い。バカにしてるの？香りってバカにしてるの？香りって香り香り香りって香りは、うん、緑豊かなお味がいたします。食リポ絶対できないじゃん。はい、ということで今日のラストは、以前美味しそうなジェラート屋さんを見つけたんですけど、その日は定休日だったのかな、やってなかったのでリベンジしに行きたいと思います。ということで楽しい一日でした。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。